はい、どうも、ラスです。今回ですね、パソコン関係になるんですけれども、データのバックアップに関する情報と、あと実際のね、バックアップの取り方の手順とかをね、解説していこうかなということで、やっていきたいと思います。皆さんね、バックアップとかってやったりしてますでしょうか？まずね、そもそも、バックアップってどういうことを指すのかっていうのを、簡単に説明してみようかなと思います。はい。まず、このバックアップっていう言葉の定義、それをね、考えてみるとですね、元のね、データとか、あと、システムとか、いろんなことをね、バックアップする対象ね、いろんなことを指すことあるんですけども、大体はですね、そのデータのバックアップとかっていうと、元のデータを別の場所にね、コピーすることを、指します。じゃあ、なんでこのバックアップをしないといけないかっていうのを説明していこうかなと思います。はい。で、続いて、バックアップね、する理由についてね、少しお話ししようかなと思います。バックアップする理由は、主に2点ぐらいあるのかなと考えてまして、まずですね、その元のデータがある場所に不具合が起きた時の、保険という意味でバックアップをすると。いうことになるのかなと思います。この不具合っていうのはいろいろ多分あってですね、例えば間違ってデータを自分でね、こう削除みたいなことをしてしまった時とか、あとは例えば携帯とかパソコンの中のそのハードディスクとか SSD とかにデータをね、保存してるんですけれども、なんていうんですかね、機械が故障ですね、そういった不具合がね、起きた時の保険ですね。なんでバックアップで別の場所にね、保存してあるんで、そこからね、復旧したりとか、できる意味で、このね、バックアップを取るという、理由があるのかなということで、これが一つ目ですね。で、二つ目はですね、元のデータがある場所の単に容量がね、不足している場合ですかね。例えば 200GB ぐらいの、領域がある場所に、もう 150GB ぐらいの元のデータがね、あって、新しいデータをね、作るっていう場合に、そこの領域をね、開けないと、新しいデータが保存できないので、バックアップを別の場所に取って、で、バックアップ取った元のデータは消してしまうっていう場合の、バックアップですね。容量が不足している場合にも、バックアップをする理由が、生まれるのかなということで、ということで、バックアップね、する理由はこの2点になるのかなという形に、なります。私の方も、例えば動画撮影とかしてるデータをですね、バックアップしていることがあります。で、その理由としてはやっぱりそのね、間違って消した時とか、あと、その動画を見返したりする可能性もなきにしもあらずなので、一応ね、バックアップも取るようにしています。皆さんもね、こういう理由がある時に、バックアップを多分、考えられると思うので、じゃあですね、実際、このバックアップする手順に関してですね、実際にね、実践してやっていこうかなと思います。はい。じゃあですね、実際にパソコン使ってね、バックアップのちょっと流れをね、やっていこうかなと思うんですけれども、まずですね、バックアップするためのデータを保存する場所って必要ですよね。皆さんがバックアップされるときに大体ね、使う、機械をですね、ちょっと簡単に、ね、解説していこうかなと思います。皆さんバックアップされるときってこういう外部ストレージを使うかと思うので、簡単にね、ご紹介しておこうかなと思います。私の場合はですね、こういうハードディスク、外付けのね、ハードディスクを使うか、もしくはですね、こっちのね、こっちは SSD っていうハードディスクと SSD、これをね、2つ使って、バックアップの運用を、しております。ハードディスクに関しては、読み込みと書き込み速度はそんなに速くないけど、容量はね、結構大きめのもので、値段は安くて手に入る。もんなんで、そういったね、特徴があります。で、SSD の方は、書き込みと読み込み速度が速いけれども、容量がね、ハードディスクよりかはちょっとね、容量に対しては高めの値段ですかね。てな感じで、用途に応じてね、ハードディスクと SSD をね、使い分けていく必要があるかなと思います。例えば、何十ギガバイトとかのデータを早くね、書き込みして、バックアップしたいって場合は SSD を使った方がいいですし、バックアップの時間とか気にしないんであればハードディスクででっかいこの領域に対比するっていう考え方をね、検討するのがいいかなと思います。ってことでですね、バックアップを実際同じファイルでやってみたいかなと思います。
それぞれのハードディスクと SSD、バックアップ速度の違いなんかも少しね、見れるといいかなと思いますんで、それもね、実践してやっていこうかなと思います。じゃあね、実際パソコン使って、バックアップの作業をやっていきたいと思います。はい。じゃあですね、このトランセンドの、ハードディスクですね、外付けのハードディスクを USB の、3.0 かなの口にですね、パソコン本体の、ここですかね、ここに挿して、まずね、USB を、繋いでいきます。繋ぐとですね、一応ね、まあ、この電源ランプみたいなのがついてですね、で、ハードディスクの、中身がね、一応出てくるように、なってます。一応、パソコン挿すとですね、こんな感じで、エクスプローラーの PC っていうところを見てもらうと、デバイスとね、ドライブっていうのが出てきて、ローカルディスク、これはですね、私の内蔵されてる、SSD とハードディスクの容量ですね。で、この今、トランセンドの F って出てるのが、先ほどね、接続したやつが認識されて表示されてるという感じです。空き領域は、だいたい 2TB ですね。ハードディスクは結構ね、2TB ぐらいの容量が、安くね、手に入るので、結構ね、おすすめです。今ね、こんな感じで、ファイルをね、バックアップしてるという感じになります。YouTube のね、動画関係を保存してたりしてます。まずハードディスクで、このパソコンの中にあるファイルをですね、何かコピーして、ファイルをバックアップする、手順の確認と、そのコピーにかかる時間をね、合わせて確認していきたいかなと思います。はい、じゃあですね、これ左側にあるのが、自分の今パソコンの中にあるファイル、動画ファイルですね。で、右側にあるのが先ほど繋いだ、外付けのね、ハードディスクの中身になります。で、ファイルのバックアップの仕方は、簡単でですね、その、コピー元のファイルをですね、左クリックしてドラッグして、このね、バックアップしたい方にドラッグしていって、この離すとですね、コピーがされるという形で、簡単ですね。まあ、本当にマウスの操作だけで、できます。ので、こんな感じでバックアップが、取れるので、実際にですね、ちょっと時間をね、測ってみたいかなと思います。この動画ファイルの、PC77 っていうファイル、これね、だいたい 4.7GB ぐらい、あるデータなので、これをですね、コピーして確認してみたいかなと思います。じゃあね、やっていきましょう。これね、ドラッグしてるマウスのボタンを離すとコピーがされるという感じです。コピーが始まるとですね、こんな感じで進捗のバーがね、出てきます。これ残り時間ですね。はい。だいたいどれぐらいかな ?40 秒ぐらいで、40秒弱ぐらいですかね。だいたい5ギガぐらいのファイルで、ハードディスクの場合だとコピーが終わりました。先ほどのコピーする進捗のね、状況のなんかウィンドウが出たんですけど、だいたいね、1秒間あたり100メガバイトぐらいかな。10秒間で1ギガぐらいの容量が転送できているので、だいたいね、4、50秒ぐらいで終わってる見込みでしたね。はい。ハードディスクだと、まあだいたいね、これぐらいの速度で、いけるような計算になるということですね。じゃあですね、同じように、じゃあ今度 SSD の方で同じくやってみたいと思います。同じくですね、この SSD も同じように、先ほどと同じように USB ケーブルで挿していって、こんな感じで挿したらトランセンドのこの G ドライブっていうのが認識されて、今ね、領域が表示されているという感じに、なります。さっきはね、F ドライブだったかな。で、こっちはね、さっき 2TB ぐらい容量あったんですけど、SSD なんで、これ223GB ぐらいしかないんですよね。まあね、SSD は、買おうと思えば 1TB とかあるんですけど、ハードディスクに比べると値段はね、結構するので、まあ、こんな感じの容量で、購入していますね。じゃあ、この G ドライブの、ここにですね、同じようにファイルをコピーしてやっていきたいと思います。はい。じゃあですね、使うファイルは先ほどと同じの、4.7GB のファイルですね。これをですね、SSD の方にドラッグしてコピーしていきたいと思います。どれぐらいかかるかを確認してみたいかなと。こんな感じでコピーします。
そうすると同じようにですね、この進捗バーが出てきます。めちゃくちゃ早いですね。だいたい20秒ぐらいの見込みでしたね、残り時間が。めちゃくちゃ早いですね。ハードディスクと比べて、多分3倍ぐらい早いんじゃないかな。15秒か20秒ぐらいで終わりましたので、このコピーした時に右上に出てた速度ですね、書き込み速度が1秒間あたり、300MB ぐらい出てたんで、ね、それで考えると、ざっくりで換算すると、SSD はハードディスクの2、3倍ぐらいのね、書き込み速度があるっていうような感じですね。今ね、私の持ってる SSD とハードディスクだと、そんな感じですね。ってことで、バックアップの流れと、バックアップに関するね、ハードディスクと SSD の速度計測ですね。まあ、こんな感じになるということで、皆さんね、このハードディスクとか、SSD のね、長所とか、短所をですね、把握しながらバックアップのやり方をですね、検討して、それぞれね、バックアップをしていくのがいいかなという形になるということで、今回ね、ご紹介させていただきました。私もね、結構もうバックアップね、結構めんどくさいんですけど、まあ、たまにね、気が向いた時に、やっとかないとまずいかなということで、やったりしています。まあね、パソコンなんで何があるかわからないっていうところもあるので、まあ、こういったね、バックアップをして対策をしておくとね、まあ、ちょっと安心ですよね。ということで、皆さんもね、もしバックアップをする機会があればですね、こういった作業を検討してやっていっていただければと思います。今回ですね、バックアップに関する説明とですね、実際ね、バックアップを取るやり方と、バックアップにかかる速度なんかもね、一緒に確認してみました。どうでしたでしょうか？私のね、チャンネルではこういったパソコン関係のですね、役に立つ動画を日々シェアしていっておりますので、気になる方おられましたらですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のような動画がですね、少しでもいいなと思ったらですね、何か意見あればコメントなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということでですね、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。